東京郊外にある町、ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは、多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し、日々切磋琢磨する満開カンパニー。劇団員はかつての栄光を取り戻すため、今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督、俺たちを咲かせてください。満開ステージ ASD ラジオ。今回稽古に励むのは、春組南木綴役前川優希と、春組シソロン役古谷大和と、春組茅ヶ崎虎役立石俊樹です。ちょっと待って、やった。俺がちゃんとこの、アバンって呼ばれるなんで笑ってんの、ヘラヘラ。横目ですごい見えるんだ、その二人がなんかすごいヘラヘラしてんのが。何の話言ってた俺。もういい、うるさい。笑ってたよね、だってね。うるさいな、もう。すげえ、今進めようとしたんでしょ、今、その切り替えて。うるさい、うるさい。ねえねえ、何言ってんの？うるさい！もううるさいな。さあ、髪の毛ゲラクトのスタジオ、もううるさいな。いい、もう進めるタイミングだろ。ししうん、ねえ、何言ってんの？いいよ。おい、これで終わるぞ、今日のラジオ。前髪揺れてるぞ、今日も。うるさい、揺れるよ、そりゃ。さあ、東京有楽町の。これ、俺のセリフ。東京有楽町のセリフからお送りします。春組から、この3人でお送りしています。お願いします。疲れるな。前回までは、僕ら春組から、横田さん、牧島さんが出演していただいていると。面白そうでしたね。いや、そうでしたね。いい、話してましたね。元気、中華か洋食かどっちが。してない、してない、ね、なんならそんな話は他でできる。フレンチかなあかん。フレンチかなって、お前の好みにいいんだよ。そまあね、なんか元気マックストークみたいなこと言ってました。あ、言ってたね、ちょっとなかなか面白そうでした。僕らも負けないようにしましょうよ。マックスマックスいこう、今日ダブルマックスいこう。あ、トリプルマックスか。な、もうやだ、ね、俺このタイトルのラジオやだ。もう今年は結構久々なんじゃない。いや、めっちゃ久々です。12月の去年の12月の13日以来になります。僕は懐かしい、ウィズ・ジュン、せいやさん、ゾノさん、そうですね、あの回ね、うん、珍しい回聞いたの、お前。ファンやん、エーステラジオの。え、ど、ま、俺結構さ、でも、なんかなんていうの、あんまり一緒にいるところを見ないメンバー、5人、メンバーね、ま、秋冬で一番最初、うんうん、ま、全員秋冬に出てるんで、ね、でもあとはもう、A ライぐらいでしょ。そう、でもね、いや、なんだかんだ仲いいのよね、やっぱり、ね、一緒にいると結局みんな楽しいもんね。楽しいから。これでも聞こうと思ったら聞けるんですもんね、このアーカイブも残ってるわけですから。素敵なことを言いますね、あなたは。気になる人はぜひぜひ聞いていただいて、長く生き延びる秘訣それ。素晴らしい。今日は何するんですか、ゆうきくん。今日はですね、監督からいただいたメッセージにお答えしていきたいと思います。はい、楽しみにしていてください。満開ステージ ASD ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。この時間は春組南木綴役前川優希と、春組シトロン役古谷大和と、春組茅ヶ崎虎役立石俊樹の3人でお送りしています。イエーイ、よっしゃ。はい、今回は特別に春組に向けたメッセージを監督からいただいています。ご紹介していきましょう。はい、ではまずはですね、ラジオネームチャコさんからいただきました。ありがとうございます。エーステといえば数々の劇中劇が魅力の一つですが、うん、私はアンサンブルやモブキャラとして出てくるキャストさんを見るのがすごく好きで、一つのシーンでも巻き戻して何度も見てしまいます。これまで多種多様な登場人物を演じてきた皆さんですが、うんうん、その中でも特に楽しかったキャラはありますか。おー、なるほど。これってあの結構公開してるっけ、みんな。まあ、いや、してる人としてない人といるよね。なんか別に言わずに、 そのままね。俺一回も行ってきたことないかも。まあ、でもトシがさ、やってたことなんてあるもん。ある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 よ。あるよね。秋冬のピカレスクのアンサンブルとか、うんうん、あ、そうだ、映画の時もピカレスクのアンサンブルはやってる。そうなんですよ。あ、そうか。あとはあのゴッド座のね、あ、そうだね、ね、勇気もやってたしね。へえ。ルシファーっていうの。そうそうそう。やってたんだ2人。そう、やってました。なるほどね。
あなたはね、あれ警官、ほらそう警官、冬組だと警官やってた ね、うん、てたね。おー、勇気はめちゃめちゃ多いんじゃない？全部やってる、ほぼほぼやってるよね、全校やってる、ほぼほぼやってる。あ、でもね、俺ね、その俺、うん、逆に俺冬組のアンサンブルだけやったことないの。そうだね、そう、俺冬組の劇中劇って、まあ、天使はさ5人で終わってるし、うん、であのミステリーとか、うん、あと真夜中も俺じゃない人がやってるのね。せいやさんとか俺とかトモル君がやるほどね。たまたま俺冬組だけやってないの、うんうん、あとは全部出てるんだけど。お、確かにモブは俺警官だけかも。俺もその時ぐらいかもな、うん、今考えると。でもやっぱ、うん、まあだからトシはピカレスクやったから分かると思うけど、うん、秋組のアンサンブル結構楽しいのよ、うん、あ、楽しいね。なかなかアクションってさ、うんうん、まあ、春組の今までの公演じゃあんまり、確かに雰囲気違うし、うん、色も違うからね。そう、ゼンマイでもあるけど、うん、ルークはずっと逃げてたりするから。そうだね、ルークはやってないもん、あんまり。そうだからピカレスクで銃持ったりとか、うんうん、二人は出てないけど流れ物銀次、あー、あの佐京さんが主演の、はいはいはい、あれでもうめちゃめちゃ刀振り回したりとか、うん、すっごい楽しかった。俺はすごい楽しかった。だから銀次のアンサンブルが一番楽しかったかな。あー、モブだとね。そう、なるほど。俺冬探とか見に行っても、うん、あ、山本さんだって気づかなかったの。あ、まあ、そこよりも見るとこはいっぱいあるもんね。うん、なんかやっぱりね、一お客さんとして見ると、うん、なんかやっぱ目が足りない。そうね、ね、まず、うんうん、普通に。しかも俺らって何回も行くような感じでもなかったりするじゃん。そうなんだね。巻き戻しとかじゃなくてさ、本当に見に行って一回の感激で、うん、なるべく撮ってさ、うん、もう次の仕事だから、うん、モブとかをちゃんと見れないもんね。なかなかね。でも演じてる側としてはさ、一応モブのキャラみたいの作る。あ、そう、やる。一応ね、あの作る。やるやる。やるよね。やるやる。だって俺、でも俺逆にね、うん、消す。もう。ああ、逆にね。もうなんかこの演出家とかこのまあそのメインの5人とかの邪魔をしない、うん、やってほしいことだけをただ。あ、それは間違いない。それは間違いないっていう。それは本当そうだね。あんまり作っていかないか。俺秋組の時だったらあの髪型が特徴的だったから、あ、そう、ね、リーゼントみたいな、そうだから出た時にさ、このリーゼントを際立たせるように見ててこうちょっとダンスの途中でこう入れたりみたいな。そう、なんか普段あんまりしない髪型だったからなんかちょっと気に入ってて。ヤマトさんとかだからあれなんじゃないですか、結構ありそうですよね。なんか俺の時はまあでも俺も結城が言ってたように、うん、そんな邪魔したくはないけど、うん、なんか一応警官だし、うん、なんか出てきてちゃんとポーズを正面で決めたりするからなんかどういう人間かぐらいは作ってこうみたいな。それで何かするわけじゃないけど、うん、だから朝すごい早く起きるやつなんだろうなとか。あ、なるほど。すごいちっちゃいんだけど、ただ朝早く起きるやつなんだろうなっていう情報だけでなんか次つながるじゃん、うん、几帳面かなとか、規則正しいやつかなとかっていう発生があるっていう。そうそうそう、一応ね、別に特別それでなんかってことはないけど、そんなことよりもともちゃんがたまに出とじってる。ともちゃんが先に出る時あんのよ、警官で一緒に二人でやってたんだけど、ともちゃんが先に出る時にともちゃんがまだ出てないと俺が背中押して今だ今もう遅い遅いって押すじゃん。そしたらトモちゃんが汗ちょっとかきながら出ていくから、もうそれに笑いこらえることが基準になるときはある。そうね、トモちゃんそういうとこかわいい。まあ全然あの分かるような範囲のミスじゃないんだけど、そうそうそう、分かんないし。これごめん、この話すごい長くて本当にトモちゃんごめんって思うんだけど、草薙城で倒れてるあのミステリーで、そう、リョウ君がやってるやつを2人が警官が調べるっていうシーンがあるね、うんうんうん、そう、触らないでって、うんうんうん、でリョウ君が倒れてるんだけど、ともちゃんがちょっと靴が長かったのか、あのちょっと踏んだらしいの、リョウ君のこと。だから本番中にあの人いて、それは痛いわ。でそれでともちゃんもうキッとか言って痛い、めちゃめちゃ笑いそうになったとか言ってた。ね、よく痛いだけで済んだね。そう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 、危ないね、うん、でもちょっとなんか薄皮をねギュッみたいな、うん、そんな別に本気で踏んだわけじゃないけどギュッとこうやって死んでなきゃいけないのに。そうそう、死んでなきゃいけない。きついな。痛み感じてた。俺飛び起きちゃうかもしれない。俺だ、いやもうだから、まあ、僕らの中でもね、うん、そういうちょっと、まあ、アクシデントじゃないですけど、うん、モブなりの楽しみとか、まあ、そうだね、今見てほしいところとかもいろいろある、ね、まあ、でもそこちゃんと見てくれてる人もいるんだね。いや、そうだね、嬉しいよね。嬉しい嬉しい。巻き戻してぜひね、あのいろんな公演にいろんなモブがいますので、うん、それを楽しみに見ていただくのもいいんじゃないでしょうか。うん、はい、こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。では続いての質問に参りたいと思います。はい、ラジオネームチョコレートさん、ありがとうございます。ありがとうございます。春組のキャストの皆さんはほんわかしたイメージですが、喧嘩したことはありますか？おお、喧嘩、喧嘩、喧嘩なくないんじゃない？喧嘩はないかもね。ないよね。喧嘩にならない、喧嘩まで行かないね。喧嘩行かないよ、うん、なんかそんな喧嘩するような出来事もある？いや特にだからその
なんかわかんない喧嘩のさ、大体何でもそうだけど、友達とかの、きっかけって別に何でもないことじゃん。なんかこう、うん、何々の言い方が気に入らないとか、うんうんうん、なんか今じゃないみたいなとこから、うんうんうん、なんか別にお互い引っ込みつかなくなってみたいな感じじゃん、うんうん、そういうのがないからないね。そう、だから言われたら、うん、あそっか分かったとか、まあ、ごめんねとか、うんうんうん、確かに、うん、なんか引っ込みつかなくなるっていう出来事が春組にはないもんね。ないな。意地張ってさ、うん、言い合いになるみたいなことはないよね。どっちかが折れちゃうっていうか。そうね。トシとか、うん、光に怒られてもコーヒーついじゃん。俺もその話大好きなんだけど自分覚えてないんだけどね。いやそう言われてだから、ね、そう皆さん知らない人がいるかもしれないんですけど、改めて言うと、まあなんかね、改めて、ね、その集合かなんかの時、集合しようって決めたのに、トシ君がそう来なくて、ヒカル君がね、ちょっとトシ君って、トシ君からやろうって言ったのに来てないじゃんみたいな、でプリプリしながら入ってきて、で、あごめんねって、でその時トシ君が入ってくる前にコーヒーを入れる途中まで行ってた、途中まで行ってて、うん、バーンって入ってきて、あだから、あごめんねって言って、ヒカル君出てた後コポ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 いやいやごめんね、コポ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 じゃないのよ。コーヒー作成の工程を続けたんだよね。そうそうそう、途中でやめたんだけど、それをあまりに気になって、うん、いやコポコポコポコじゃないのよって聞いたら、なんか、いや俺怒られるとすごい落ち込んじゃうから一回ゼロにしちゃうんだよねって、いや君怒られてるんだよねゼロにしちゃダメなのよそういうのは。まあでもね、素敵なところですけど、そう、それはすごいよね。確かに怒られてんだけどさ、怒られてんだけど、でもゼロにできる能力って、いやできないよ、すごいよね。だってそのさ、あとさ、一日さ、憂鬱な気分で過ごしたくないじゃん。そうだね。まあだからまあ、分かるよ、やったこととかさ、間違いね、自分が悪いなって。そう、悪いんだけど、そこでも一回もう消化する、全部。あ、悪かったな、もう、あ、次はやらないようにしよう。そうそうそう、で、そっからもう一回ゼロゼロ、ゼロスタート、もう一回ゼロスタート。春は特に都市が存在してくれてるから、存在してくれて、やっぱ喧嘩なんか起きようないよね、うん、多分。なんかもうこれ見てると怒ってる自分が本当に、やめろ、恥ずかしくなってる、ね、恥ずかしくなって、何かに怒るなんて、なるほどね。逆にこういうことがあったら喧嘩になるかもみたいなことってある？じゃあ、今後、あでもだから、この都市とヒカル君はさ、うん、ちょっと食にこだわりが強いじゃん。なんか食、あ食べること、食べること、食べること好きじゃん。好きだね、2人で。だからそういうので、例えばなんか楽しみにしてた、うん、何プリンとか食べたら怒るんじゃん。ああで、で食べたらなんで食べたのって、だから別に名前書いてなかったじゃんみたいな、そういうなんか本当にどうでもいいことで逆になるから、確かにどうでもいい。食はきついかもね。食は怒るんだ、トシも食のことについては怒るんだね。食はきついかもね。え、じゃあさ、ついでたコーヒーすごい楽しみにしてて、うんうん、ついだじゃん、うん、うわ飲もうっつったら、うん、ギャグで、うん、じゃあヒカルとか俺であったりが、うん、そのコーヒーパッて取ってバーって飲んで笑い取ろうとした場合おごるいや、え、でも、あ、でもコーヒーゼロになる。でもあ違うコーヒーはゼロになるんだったら、まあ、あのその飲み方にもよる。え、まあ、どういうこと、どういうこと。あの、いや飲んでくれるんだったらいい、うん、捨てられたらやばい。あなるほどね。そうそうそう、粗末にするんだと。そうそうそう、すぐって思う。そうなんですよ。飲んでくれたら、あなたの、あ美味しかった、あなたの喉を潤うかな。お前天使満開ステージ ASB ラジオ。FM93AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開ステージ A3 ラジオ、エンディングのお時間です。あっという間、早い。いや早いよ、早いよ、びっくりしました。まあね、2人とかがさ、うん、多いから、まあ、3人でだけでもね、いろいろいろんなお話聞きたいってのもあるけど、うん、まあ、特にこのメンツだともうなんかギラギラしてたら終わる。確かに、笑ってたら終わっちゃう、ね、ちょっと笑ってたら終わっちゃう。流儀もどうだった？いいね、じゃあ3人だろ。あ、流儀怖い怖い、何だ。今弁当食べてる、今弁当食べてるから今弁当食べてるの、流儀かわいいじゃん。そばにはいるんだね。そう、いるよ、隣。あ、隣、隣いそう。ここにはいないけど、ここにはいないけど、ゆきー、横ちゃん、おい、いいのよ、いいのよ。こんなことで使うな、時間を。3人でいっぱい喋りたいのに。大事大事。では、監督からの質問はこちらです。こちらですね。ゆえ、あの、テロップとか出るから、ゆえ、声で。はい、おもろ。おもろじゃないんだ。誰ですか、次は。いや、あんたの場合、やってないよ。
終わってないから俺が言わなきゃいけないな。そうだよ、言ってた。俺が言わなかったら一生そう、一生ね、もう一回ゼロからスタート。いけないね、もう一回ゼロからスタート。偉い人から怒られる。もう一回ゼロからスタート。ニコニコすんな、お前は。ゼロからスタート。おい、味しめんな、そしてゼロからを。ゼロ多いの。静かにして。やばい、急に真面目。番組では、あなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは、すべて小文字で、msa3@allnightnippon.com。msa3@allnightnippon.com です。3は数字の3です。番組でメールが読まれた方、番組のツイッターアカウントをフォローして、フォローして、ハッシュタグエーステラジオでツイートしてくれた方の中から抽選で番組公式つて番組ちょっとみんな下がレロレロしてる、下がレロレロしてるね。番組の公式ステッカーをプレゼントします。メールには名前と住所を忘れずに書いてください。番組ホームページではスタジオの写真はもちろん放送のアーカイブもアップされています。 A3 ラジオで検索してください。そしてそして実写映画化も決まっています。やった今年2021年12月に満開ムービー A3 スプリング&サマー、来年2022年に満開ムービー A3 オータム&ウィンターが公開予定です。そして満開ステージ A3 サマートループひまわりと太陽も好評発売中です。夏組のオリジナルアルバムをぜひお聴きください。はい、詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイトやこの番組のホームページをチェックしてください。はい、ということで今回のお相手は春組みなぎつづる役前川優希と、春組シトロン役古谷大和と、春組茅ヶ崎いたる役立石俊樹でした。イエーイ、バイバーイ、またね、バイバイ、またね。